もう中国の行動を当たり前のように感じている自分がいることに驚きだよ。何度も繰り返し日本の接続水域内を先行しているからな。国際法上禁止されてはいないと言っても、これは明らかに挑発行為だよね。他人の家の前をうろうろしているのと変わらないからな。どう考えても不審者だぜ。今回はそんな中国の日本の接続水域内先行について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省は、2021年9月10日の午前に鹿児島県奄美大島東側の接続水域内を中国海軍のものとみられる潜水艦が先行したまま通過したとして、またその近くを中国海軍のミサイル駆逐艦1隻が航行していたこと発表したのを覚えているかな？その不審潜水艦はその後12日の午前には奄美大島の北にある横当島の西南西の接続水域外を先行して、東シナ海を西に先行したところまで確認されているけど、潜水艦、駆逐艦による領海侵入をすることはなかったんだ。また、その翌日の13日午前には加藤官房長官が記者会見において様々な情報を総合的に判断したところによれば、当該潜水艦は中国海軍のものとおそらく推定されている。今回日本への領海侵入はなかったものの、潜水艦による接続水域内の先行通過が国際法上で禁止されていないとしても、我が国の接続水域内で戦没した他国の潜水艦が確認されたことは注視すべき状況であると述べているぜ。他国の領海内を潜水艦が航行する場合、一旦浮上して国旗を掲げることが国際法で定められているが、接続水域内においては明確な規定はなく国際法上の問題はないので何とも厳しいことは言えないんだよね。とはいうものの、他国の領海近くを先行したまま通過することは、軍事的挑発とみなされるのが世界的常識であり、今回の中国海軍潜水艦の行動については近年多発している中国海軍の挑発的行動を踏まえ、同時は国名を挙げて牽制したものとみられているな。これまでに公表された中国海軍潜水艦が日本の接続水域内を航行した事件は、2004年に起こった阪急原子力潜水艦による領海侵犯事件以降、昨年6月までに6件も公表されていることから中国は確信犯なんだろうね。6件も確認されているんだね。そりゃ当たり前のように感じるわけだよ。過去に遡って2013年5月19日南大東島南の接続水域内を北東に先行、2014年3月19日宮古島東の接続水域内を北西に先行、2016年2月15日津島南東の接続水域内を南西に、日本海から東シナ海に先行など、2年間でこれだけの先行を繰り返していたんだ。今から約4年前の2018年1月10日には宮古島や尖閣諸島への対象島の接続水域を先行通過した阪急原子力潜水艦が、接続水域通過後に浮上して中国国旗を掲揚しながら航行したという事件も起きているぜ。この時の阪急原子力潜水艦が浮上航行したことについては前例が見られず、中国海軍による自衛行動だったと言われているが、我が国の接続水域を先行中に海上自衛隊による執拗な追跡活動に負けて浮上したという方が真実に近いだろうな。なんだか他人の家のインターホンを鳴らして逃げて、最終的に家主に追いかけられて白旗をあげる子供みたいだね。はっきり言ってなさいよな。日本の追跡能力を試したという声もあるが、それすら負け惜しみに聞こえるぜ。昨年の2020年6月18日には、奄美大島と横当島間の接続水域をフィリピン海から東シナ海に向けて先行する事件も起きており、6月18日午後から6月20日午前にかけて接続水域を先行したことが防衛省から発表されているよ。中国海軍はロシアの通常動力潜水艦を導入して以降、自国開発の原子力潜水艦を保有するようになって、自国防衛ラインと定めた第一列島線外である西太平洋に年々進出してきているんだ。強大な力を持つと力ずにいられないのが人間の差だが、中国はこれが顕著に現れすぎなんだよな。黒海艦隊、東海艦隊に所属する潜水艦の西太平洋への進出するためには日本の南西諸島への間を抜けることが必須であり、先行したまま航行可能であるのは航海部分がある沖縄本島宮古島間、奄美大島横当島間、そして大隅海峡の3カ所のみとなっているぜ。この3カ所のうち沖縄と宮古島の間の幅が最も広く、潜水艦のみならず中国海軍艦艇が太平洋に進出するための主要航路となっているが、その宮古海峡を通過せず、あえて狭い海峡に入り込み接続水域に侵入を繰り返しているのら、
その海峡が封鎖された場合の声声路として活用するための完熟訓練の一環として、プラシー海底地形図や潮流などの海峡調査をする目的もあるのだろうな。明らかに戦いになった時のことを想定して環境把握を行っているのに、指を加えて見ているだけなんて悔しいよね。うん、2013年から挑発するかの様に接続水域への侵入を繰り返していたのは、高精度の潜航航法能力が備わっていないからであるが、近年では正確な海底地形図を保有し航法能力が向上したと言われているので、やはり確信犯なんだろうね。その証拠に、前とした2020年6月に奄美大島と横当島の間を通過したケースでは、最大幅 10km という狭い海域で領海侵犯することなく先行通過しているしね。着々と成果を出しているみたいだな。日本にとってはありがたくない成果だが。そうだね。でも日本も黙って見ているだけじゃないみたいだよ。東シナ海から西太平洋に往来する中国海軍潜水艦捕捉システムが、沖縄本島を拠点として南西諸島をケーブルで結ぶ潜水艦音響監視システムソーサスを米軍の協力によって施設されたようだよ。このソーサスはもともと東西冷戦時代に旧ソ連潜水艦を監視するために、日本の近海では津軽海峡、対馬海峡を中心に設置されていたが、それが近年では対中国潜水艦監視用として活用されているというわけだね。ソーサスってどんなものなの？これはケーブルに埋め込まれた固定式音響探知パッシブソナーによってその上を通過する潜水艦を探知するものだが、最近では水中で発する艦艇からの電磁波を察知する水中電解センサーも設置されているため、中国海軍潜水艦の動向は手に取るようにわかるんだ。すごい索敵能力だね。そうだね。このような中国海軍潜水艦の外洋進出について関してネット上の反応では、米海軍と海上自衛隊は中国潜水艦の運門はすでに把握していて、どの潜水艦がいつどこで潜航しているかは手に取るようにわかると言われている。しかも公にしているのは一部であり、中国海軍が潜水艦の行動がバレていないと思ったら大間違いだぞとの声が上がっている。中国が不穏な動きをしても、こっちには筒抜けってわけだね。この事実を理解しているからわからないが、残念ながら中国は外洋進出を自粛するつもりはないみたいだな。明らかな挑発行為だね。また、中国との尖閣諸島の領有問題に限らず、ロシアとの北方領土問題、北朝鮮との核保有と拉致問題、さらには韓国との間の竹島領有問題、従軍慰安婦問題、徴用工問題などの解決交渉を強気に進めるべく強大な軍事力を保有すべきという意見もあるよ。確かに日本はもう少し軍事力を上げた方がいいよね。もちろん抑止力的な意味でね。それはそうなんだが、いかんせん日本には憲法不条があるからな。難しいところだね。これから先も中国、ロシア、北朝鮮の他に日本を敵対視する韓国などの存在がある以上、日本に本当の平穏が訪れるのはほど遠く、これら反日国の周辺諸国に対して優位に立つには防衛力強化は必須だと思うよ。その中でもミサイル攻撃を事前に阻止できる対敵基地攻撃能力の保有問題を一刻も早く解決して、中国本土をすべてカバーする長距離弾道ミサイルの開発と配備を急ぐべきだという攻撃的意見もあるくらいだからね。中国のやりたい放題を見ていれば、そういった攻撃的な意見が出るのも頷けるな。日本も好んで軍事力向上を行おうとしているわけじゃないもんね。周りの国が厄介だからこそ力をつけようとしているのにさ。賛否両論あるのはわかるけど、いざという時自分の身は自分で守らないとね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。